お疲れ様です、所長。おはようございます。おはようございます。今回ですけども、相馬警察出動ということで、緊急事態が発生しました。はい。うちの新入社員、ミッキーがですね、新居に引っ越したんですね。はい。まあ、これはいいんですよ。家具も家電とかも、僕はお金出しました。で、まあ、プライベートなとこなんで、まあ、家行かずに、まあ、自由に過ごしてくれっていうことで、まあ、察したんですよ。そしたら、ロケマサが家行った時に、明らかに女の影があります。そう。なんなら、同棲してるって。ちょっと一ついいですか。僕家行ったんですよ。まあもちろん玄関はそんなに匂いはなかったです。まあ普段ももちろんそんなに匂いしなかったです。ただなんかちょっと一つの部屋チラッと覗いたら段ボールが3つ山積みになってたんですよ、うん、でその段ボールの隅っこに明らかに女の子の字でワンワンって書いてあったんですよ。ワンワンひらがなでワンワンって書いてあった。それは何のメッセージなんですか。いや何なんですかね。でまあ僕がこうやって見ようとしたんですよ。もうちろん気になるんですよ、ワンワンって。犬飼いたいとか言ってたから揃えてるのが見ようとしたらミキ君、いややめろと言ってきて、僕は見れなくて。見れなかった、まあ、新人だからね。はい。最近やった話なんですけど、深夜1時ぐらいに撮影終わりに、うん、TikTok ライブミッキーしようかみたいな、はいはい、それやった時にミッキーが、いや1時半からちょっと予定があって、1時半から予定って、ね、そうなんですよ。何の予定なんて言ったら、ちょっともう家来ちゃってるんですよねみたいな雰囲気出してたんですよ。そこが問題ないですよね。その別にいいことなんですよ、別に。でも雰囲気出してるってじゃあんま言わないじゃないですか。もうね、いや、これなんか大事なのは、要は彼女ができてたら報告しろよっていう。まあまあ確かに、ね、これに関してはそうですね。できてるのかできてないのかっていうのをちょっと今回相馬検査任せてください。はい、一応相馬所長、所長です、はいはい、僕就任です、はい、で新入社員、はい、僕新入社員です、はいはい、で海外支部南米上がりです一番治安悪いところで出世してきたんで、まあ、今日は、ね、緊急事態ということで、はい、急遽、ね、結構大仕事になると思う。はい、まあ、そうです。で、新人やっぱスパイなんで、そうっすね。僕たちそういうところね、やっぱちゃんと規律守って厳しくいこう。そうですね。まあ何かこうね、問題が起きても困るんで、はい、未然に防ぎたいっていう僕たちなりのこう優しさですね。まあその問題とは何かっていうのも今更言うこともないでしょう。はい、確かに。家は僕の会社で借りてるんで、阿久津さんに合鍵ありがとうございます。いただきました。だから勝手に侵入しようかと、はい、ミッキー今家いるのこと分かってるんですよ、うん、下手したらいる可能性あるってことは、まあ、全然ありますけど、可能性はあります、うん、ワンワンしてる可能性あるってことワンワンのチン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 どっちですか。分かんない、分かんないですけどそれはどっちか分かんないです。可能性は全然あります。あるよね。あります、はい、どうでしょう。だから扉開けた瞬間こうやってるミッキーがいるから確かに、チン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 。まあミッキーを見て27歳の健全な男なんで、そうですね、まあ、何しててもいいんですよ。もちろんです、もちろんです、はい、あとまあ単純にまあ家気になるでしょ、視聴者の人も。まあ確かに、どんな家住んでるんだっていう、俺らも言ってないんで、ガチで。確かに確かに、まあ、ロケマサ軽く言ったみたい。まあでも僕の時はもう物なかったんで、ほぼなかったんで。今はね、物があるんで、まあ、どんな物買ったのかとか気になると思う。全部調査していきたいと思います。お願いします。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。いきますか。はい、してるんだ。してないですけど、どうやって開いたんですか。エロサイト見てんのかお前。相馬警察だ。おい。ちょっと待って。なんすかこれ。何してんすかコスプレして。ちょ。やけど。何怖い怖い怖い。一人だけ怖い。何してんの、何してんの。何してるんですか。普通に仕事ね。画面切り替えた早いな。そんなすぐできるかお前。まあちょっとね、調べによるとですね、ミッキー女の影があるんじゃないかと、一緒に生活してるんじゃないかというね、疑惑が上がってまして、とある人から上がってます、はいはい、誰とは言えないけどね、うん、なるほど、リークされてます、はい、リークされてそれを聞きつけて、もう俺らもまあちょっとこう調査した方がいいんじゃないかと、はい、あ別にやましいことないわけだもんね。ないですないあれないですよ。ないないですよ。操作していいってことですか。いいですよ。おお。じゃあ。おお、びっくりした。ちょっと。ホイッスルですよ。笛吹けない人とかいるんですよ。びっくりしたね。めっちゃ風来たんですけど。そんなことある。いや、ちょっと今日主任調子悪いんで。ふわふわ。音なんかそんなにむずいの。むずいの。
え、ちょっとじゃあ、まあ、待って、阿久津さんしかおらんないんですけど、うん、ね、そうですよね、うん、そうですよね、阿久津さんから、阿久津さんから、まあ、阿久津さんスパイだからね、はい、結局こっちサイトだから、うん、だる、うん、だから別に調査されたら問題ないわけやろ。いや、ないっすよ、全然ないもんね、視聴者の人も見たいわけやから。まあ、そうだ、普通にまあ、家紹介も何でってことだから、うん、安心して、なんか普通に撮るって言ってませんでしたっけ、新居紹介みたいな。いや、別にまあ、用意して何が面白いの。あとやっぱリーク入っちゃったから、うん、あんまりちょっとリークとかやめてもらえないタレコミ入っちゃったよ、タレコミが。あ、なるほど、うん、じゃあちょっと一個ずつ見ていきますか。まあ見ていこうか、はい、心配やな、何もなさすぎて。所長、調べ進めていってもらっていいですか、うん、じゃあまず玄関から行こうか。そもそも玄関からだから。そうなの、見た目すごいっすね、うん、普通のおじさんでしょ。所長なんで、うん、そうだね、監督出てますよ、うん、まあ、行こう行こう、じゃあ玄関で。ああ、これ本当にこれ証拠見せないかもな、本当にないかもな、結構。まず靴って絶対出るから。出ます。いたら絶対俺は靴は出ると思うよ。これ大丈夫ですか、これ。何が、なんかサイズ小さすぎません？小さいの。いや、見よう、これですよ。ちょっと履いてみていい？はい。もう、ちっちゃい。で、僕はいけますよ。いや、メッキいけるな、これ。いけますよ。あ、匂い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 、味で、味ですか。味、味。男の味です。ああ、なるほど。あの、俺地元で一番足臭いと間違えてました、この間。最悪。まあ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 、まあ、全然男だな、うん、まあ大好きな、ね、ないな、はい、怖こわ、そこも怪しいよね、うん、まあさすがにね、まあ、1個あったらもうね、合格だ。え、え、あれ、白さなんすか。あー、ないな、男もますね、うん、そうでしょ。何な会になるわ、なんかちょっとな。ちょっとトイレも行っていいですか。トイレ出ますから、ね、トイレはね、トイレなんてなんもないでしょ、うん、ここだよね、うん、ポイントね。全部味で分かるんですか、相馬さんって。まあまあ味は分かるよ。あ、でもなんか結構正当されてますね。まあ、まあ、そう、綺麗すぎるっていうのが俺はちょっとびっくりして、はいはいはい、自分でやったんかってことやこれは。まあ、そうなん、そうなんでね、やるこれ。これあの僕引っ越しの時に阿久津さん鍵渡してたんで、多少敷き詰めるのはやってもらいましたね。阿久津さんがってこと。あ、そうです、そうです。阿久津さんが嬉しい。確かに一回確認して。全然いいですよ、それ。本当に鍵持ってたでしょ。撮影で一日行けない時とかはそこまでしてと言ってなかった。家具受け取りとかお願いしてたんですけど、親切に優しいなと思ってくれる。なるほどね。これは逃げられちゃうね、まだね。じゃあこれはここの部屋はお風呂じゃないですか。洗面所。うわぁ、うわぁって何なんすか、前さん。別に多いな、タオル。タオル多いっすよ、ちょっと前の家のやつをそのまま持ってきちゃったんで。これ何、これ、あれ、あれ、これ、待って、あれ、ちょっと待って、あれ、ちょっと待って、あー、これはこれは、阿久津さんがこう敷き詰めてくれてる。阿久津さんが僕のその、使ってたプレグランスを欲しいとか、これ全部僕のやつですよ、ほんまにちゃんと。女の子っぽくなってるのは阿久津さんが敷き詰めただけです。あー、これ使う？あ、僕使ってます、ずっと。非常ポジション入ってますよ、これ。だからちょっと、白紙やな。白紙の色が色素薄いんで、なんかちょっと怪しい。それも、あの、あれですね、旅行とかの時に持ってきるサンプルタイプの。あれ？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 めっちゃ昔のやつね、これ。正直持ってた記憶ないぐらい昔のやつですね。ここは大丈夫と。まあ大丈夫かな。そこも開くっすね。あれ？あ、でもここはなさそう、ワックスとかなんだ。あれ、カラコン、ミッキー、あれミッキー、あれミッキーってコンタクトしてませんよね。ここにあるって。しかも、うん、しかもこのカラコン結構ガッツリカラコンですね、うん、これコスプレガッツリカラコンどういうこと。いやいや、枠が、枠がすごいじゃん。あ、でかい。そうそうそう、色は色ブラウン系だね。しかもなんでこの左に2枚やってるって。確かに、ちょっと謎が深まるけどね。ちょっと怪しいね、常備してるってことだからね。確かに、うん、1日でここに置かないですよね。まあ確かに。しかもこんだけ掘るんですか。まあ、正解とか、まあ、なんか綺麗すぎるな。男ってこんな綺麗にしますか。しないですね。多分それは無理やもんな。しかもスピーカーもあるからさ、これムーディーな。あー、確かに。あー、演出するためのっていうのはあるけどね。てか、カズキどこ行った。カズキ単独不祥事何してんすか。あれ、カズキ何してた。お前、そう、犯人の声やめろ。一応安全調査。あー、なるほど。そうかそうかそうか。誰がいないから。いや、ここ、そう、南米じゃないからさ。そんな危ねえやつ、うん、じゃなくて家宅捜索をするっていう。そうですね、これはもう行っちゃう。証拠もう無理だよ、これもう。うわぁ、うわぁ、そこ見ちゃうの。うわぁ、はい、うわ、これどう、長くなって何マクソ入ったんだな。フロアも利用。そもそも裏についてる髪の毛長すぎません。これもう確定で、しかも細い、細 い、 細いし、あと阿久津さんはもう黒だから、真っ黒だから。確かに茶色っぽいですもん、ね、ピンクでしょそれ。茶髪っすね。キャンプありすぎてない。しかも白いし、なんか溜まってんな、白いの溜まってんな、これ。そう、白いわ、ちゃんと。これはもう
かなり決定的ですけどね。袋に近いと、あとはそのどんだけの親密度かっていうのによるよな。ほぼ格やけどな、もうカラコンとかあったりとか。冷蔵庫見めっちゃいい冷蔵庫やん、これ家庭感あるな。家庭感どこにあんの味噌とかだって普通買わなくないですか。料理しないとね。そうそうそう、確かにな。ミキ料理するんや。え、ドーナツ何個あるか、何個あるか、何個あるか、食べかけ、あれ食べかけだな。ドーナツ食べかけあんまり食べかけ残しとかね。あれなんかおかしいです。ちょっとドーナツ好きなの。好きっすね。何食べてたの。ミスドっすよね。え、ミスド、あれ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 、あードーナツっすよね。何ドーナツ。チョコついてるやつっすよね。チョコついてるやつ。緑茶とかも置くんやね、ちゃんとね。水とね、両茶どっちかやけど、大体は。リアルミキ、何すか。水とお茶が両方気分で変わるでしょ。そんなあたかも私水がいい、俺お茶がいいみたいなのを見たら、まあ、そうですかね。まあ、勘ぐっては知っちゃうよね。まあね、まあ、あとはコップとかね、食器、ね、おそろで買っちゃ う, とか、そう、おそろで買ってるパターンある。あれ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 、ちょっと待って、うわうわうわ、何それ。これもチェックメイトでしょ。確かにこれ絶対買おう。これ男でこれ買うやついる？自分で買わないですから、ね。しかもお前知ってるもんって。差し入れかな、ファンの。いやいやいや。差し入れ。大事にしたのバレたわ、ファンのからね。使われてる感あるし。ある。ファンからのやつ大事にしたのバレたわ。すごいな。またこのお前地雷臭がある。似たような皿多いな。あ、確かにそれおそろやん。あれ2個2個ありますね。何の2個ある？うん。洗い物溜めちゃう時があるんで。いやいや、洗いよ。それはまずそれはそう。あれ？え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 ？なんかそこ開けれないようにしてるか。え？開かずの間？ないっすよ別に。ない？ないっすよ別に。たまたまさっきは残ろうとして。おお、でもまあまあまあ普通のやつだけどなんか隠そうとしてたんですよね今。ね、してないっす。これやっぱ生シルコサンドって何これ？え？めっちゃうまそうやん。何これ？なんだこれ？これは名古屋です。え？名古屋？え？名古屋？え？名古屋？最近行ってないもんな。なんだこれ？ああ。え、大阪でイベントで会社に買ったやつか。なんだ、そうそう、この生シルコのシルコって何。確かにちょっと食べましょうか。すごい、名古屋うまそう普通に。え、食べますよ、食べましょうか、みんなで食べましょうよ。ね、振る舞いますわ、せっかく来てもらってね。すいません、気が。おお、美味しそう。さあ、ほらほら、ちょっと、めちゃめちゃ美味しそう、めちゃめちゃ美味しそう。いただきます、いただきます。あれ、俺の分は。ミッキーの、女ありがとう。ありがとう、買ってきてるから。あ、気引くやん。めっちゃ出てる。確かに。でしょ。いただきます。マッシュルコ、うまっ。え、うまっ。うまっ。うまっ。おいしい。でしょ。ミッキーって料理できるんやったっけ。まあパスタぐらいなら。パスタぐらいなら。ええ。あれあれあれ、なにこれ。ん、水木のレシピノート。ええ、お前料理研究家と付き合ったんか。え、あ、そうだったんや。いや、さすがにこの人は知らないですよ。でもおかしいよね、こんなの買わないですよ。パスタしかできんのいらないもんね。いらないいらない。料理覚えようと思ってるってことなの。まあそうですね、やっぱマンピース呼んだんで。マンピース、お前それは黒だぞお前。マンピースマンピースは黒すぎだろお前。マンピースならダメでしょ。マンピース一つなの。ちょっとなんか怪しいぞここ。なんか広角やなマジで。そうっすね。いや、まあ怪しいって言う、そんなん全部言えますよ、そんな誰の家行っても。そんなコラーゲンはやっぱ取るの。あ、取ります。それはアルちゃんの動画でも前の家からやってる。うまんぎる。これだよ、めっちゃうまい、マジで。これこれもっこ食うで。え、これ、あの、操作で、操作でね。まあ、操作。何が違うの、書きますか。こしあん、こしあん。あー、こしあんね。何食べてんすか、前さ。あー、じゃあこしでいきます。こし行ってみようか。うまい。いや、こしうまそうやな。こしうまそうやな。おみもすごい散らかすな。うわやった。ありがとう。ありがとう。オッケー、ありがとう。ミキがありがとう。ミキ君の女の人、ありがとうございます。仕事大変人かな、これ。うん、うまい。うまい。これやばいな。うん、いい女やな。うん、どういうことなの。確かにいい仕事先の人でしたね。仕事先の人。でも本当に都合です。年いくつなんですか。まず20後半。え、楽しい。え、なんだ。同い年ぐらいだぞ。合成したな。行きたい。ギリ来てないです。ギリ来てない。あれ、ブラックなのかな。メインではやっぱ、あの、やっぱ自分が操作されてるから一回。でも匂いとか分かると思うんだよ、正直。どう見て見て、今ちょっと。もうちょっと怪しいです。水とお茶両方あるって大事だもん。それはでも前の家からずっとっすよ。一旦じゃあ疑いは。まあ一旦じゃあ、じゃあ、リビングのこのフィギュアとか見ていく。まあここはもう。あ、これぜひコレクション気に入ってますね。飾ってるじゃないですか、設楽さんも。もちろん。前様もちろん。うん、前様もコレクション2人で。あ、前様も。誰もおるで、メンバーからの。あ、ほんとだ。この間の。
だからこれちょっとみんなに名書いてほしくて、マッキーペンこれずっと用意してたんですよ。ロケマの会場で OK です。あ、やっときます。はい、全部。なんで全部書くの？まあ僕いつもサインとかやってるんで。担当やね、ジックの。はい、ロジック初見。周りにもっとすごいの。これすごいな、これ何これ。これマジでよくお気づきになられました。これエースとイチとかシェルロンみたいな。まあこれ一応ワノ国編なんで。え、かっこよすぎるやん、これ。このエース正直カイドウエースとか。まあそんな感じではあると思うんで、カイドウでは明言されてなかったですね。これでも一番いかついフィギュアス、この中全ての中で。はい、何万くらいなの？7万ですね。7、マジで。初めてこのクラス買いました。高っ。なんでこれをこっちに入れんの？じゃあ、いや、ちょっとでかすぎて入らなかった。そうなんですよ、入れたい気持ちだったんですけど、このローも入んなかったんですよ、でかすぎて。これすごいな、ちゃんとここヒロアカゾーンとかな。あ、そう、ヒロアカで。ただちょっとね、まだ完全に整理できてないんですけど。ここでエイプ。あ、そうですね、ルージの。はい、中井の立ち向かったのが共闘したやつ。はい、ルルーシュや。ルルーシュ、ルルーシュですね。ルルーシュも結構高いですね。ルルーシュかっこいいな。白ひげかっこいいな。やっぱ好きなんだ。これ佐々木さんの時計じゃん。ああ、そこに行くってすごいね。ここにあるんや。はい、ここに入れてます、ちゃんと。こっちがヒロアカ。ヒロアカだ。ヒロアカで、まあ下ちょっと雑種になってますけど。すごい、本当に好きなんだ。すごい大量に本あるんですか。あ、それはもうもちろん身内から買わないと。みんな買ってますよね、ちゃんと。買いましたよね。あ、僕買いました。買いましたよね。届きましたもん、家。ですよね。おい、え？え？操作する。え？え？おい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 。社長。え？どうすんね。読んだんですよね。読みました。なんて書いてあるんですか。はいはいはい。え？全部うまくいく。ちょっとやめたいんだ。全部やめるか。全部うまくいく。うん、俺は全部うまくいく。俺はね。さあ、操作続けようか。ね。リビング、リビング。これで貼っとったの？やばいな、これ箱。やばいっす。届いた時大根。これなんや。定価7万ってこと？そうっすね。でかすぎる。でもなんか。やば。奥には部屋あるんだ。あ、あります。めちゃめちゃいいね。めっちゃいい。もう今まで過去一番気に入ってますね。広いもんな。広いわ。ちなみに家賃何万？出しとくけど知らんねんけど。え、知らんの？知らないです。わかんないです。いくらの？これピー入れます？ピー入れてんじゃん。ああ。おお、すげえ。なんでピー入れる人だったんこれ？いや一応まあ特定される。すごい俺前言われたんですよ、前の家の時に言ってたら。もう本当にマニアの人は気づいちゃうっていう。じゃあ約にしようかじゃん。約30。いや、すごい。ええ、ちょっとこれフィーも家だな。しかもフィフス、これあれリア？フィフス？まだフィフス行ってないですね。かっこいい。このルフランプ点灯するんです、これ。これ刺したらこう。ええ、ほんまや。夜でもちょっとかっこいい。あれね、カズユキ。バドク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 バいやまあミッキーやっぱおしゃれやな、こう服めっちゃあるもんな。あとこの帽子とかもさ多すぎる。え、これ冷蔵庫だ。そうなんですよ。え、これヒカルさんが買ってくれた。あ、そうなんです、これ言うの忘れてました。実はね、はい、これあのテレビ台になかったんですよ。テレビ台ってほんま机なんですけど、これ機能がめっちゃいろいろあって欲しかったけどなかったんですよ。唯一買いたいやつでなかったですね。なかったんですけど俺がちょっと勝手に取り寄せて。そうなんですよ、帰ったらあって。え、勝手に送りプレゼント。かっこよすぎでしょこの人って。え、これめっちゃ、え、こっちも冷蔵庫ってこと？こっちはオフで、オフで。え、こっちは普通に。オフにしたら普通にも入れれるし、冷蔵庫もできる。はい、でもこれスピーカーついて、Bluetooth の音が。ここになんかあるもんな。そうです、これ充電器もめっちゃおしゃれですよ。はい、お酒とかもここに保管してたりとか。あー、水とか。なるほどね。だからもう、取りに行かなくていいんだ。そうです。こうやって飲んでる時とか。うわ、メイン。うわ、BGM や、メインのバックミュージックね。え、いつもこれ聴いてるの？今は動画のためにちゃんとフリーのやつ調べて。すごいね。ここに普通に置いたら、それやったらこのソファーとかも書いたやつ動画中撮ってますよ。へえ、おそらくサブチャンネルかなんかで上がるかな。あ、じゃあこれも全部揃えたんだ。 IKEA 行ってヨドバシカメラだっけ。へえ、全部買ったんだ。はい、全部買ってくださいましたね。めっちゃいいな、これ。これめちゃくちゃいいんすよ。おしゃれっすね。冷蔵庫ってあんまないじゃないですか。いいの。他に部屋は寝室か。ああ、まあ寝室はもうここなんやな。一番あれやもん。こっちは寝室だよね。ちょっとチャンネルいいですか。僕がワンワンしてた部屋はここでした。あら、あれ？ワンワンしてた部屋？ワンワンしてた部屋？ワンワンって何なん？ちなみにミッキーにとってワンワン。ワンワンって何？ワンワンとは？ワンワンとは犬ですよね。あー、でも犬飼ってないですね。飼ってないな。いや、飼いたいなっていう。え、ミッキーが犬ってこと？それとも犬を飼ってるってこと？どっちだった？飼う側ですね。あ、飼おー。ワンワンの段ボールがここにあった。ちょっと行く？気をつけろ、気をつけろ。広いじゃん。めっちゃいい。広？編集部屋だ。おお。ワンワンの段ボールどこにあったの？ここに三段ぐらい積んでありましたね。あ、いい、なくなってるってこと？ここにありましたね。え？ここに誰？誰？あ、これは
僕をなんかそのある人が書いてもらって、怖っ、ムキムキの俺っていう。誰が書いてあったの？ある人が有名な小田アナが関わりある人。えだからミッキーって本出しとったんや。ちょっと恥ずいな。生まれた時から強い人なんていない。いつの時になったの？70万人ぐらいです。結構前さ、ばっちり。知らなかった。どれぐらいあるだこれ。いや、わかんないっす。最後に笑ってるやつの勝ちやん。あ、笑ってるもんな、うん、めっちゃ笑ってるもん。笑ってるもんな、勝ちやな、これ。あ、もうでもめっちゃ写真多いっすよ。写真めっちゃ多いわ。あ、ルックブックみたいな、うん、あ、ちょっと近いっすね。めっちゃ写真、こんなん写真や、この辺はちょっとあれっすか、ないっすかね。あれでもなくなってるな。なんか確かになさそうな感じはしとる。悔しいね。ここ行きます、この、うん、押し入れ。わー、押し入れはね、いいね。まあ荷物置きになってます。ちょっと今完全整理しきれてなくて、じゃあやっぱ寝室行くか、うん、そうっすね。そこでしょ全部は。まあ結局寝室みたいなとこあるよね。そこに全てがあるんじゃない。うん、寝室行こう。なんもないっすけどな、ほんまに。確定的な証拠が欲しいな。そうっすね。まあそもそもそういうの見つけてないっすからね。タオリンの時とかみたいに。まあそうだね。結構鋭いところ。うわー、一番怪しいとこ来た。おー、エロいな。もう逃げようないもんね。うん、何これは。鏡の、これすごいな。見て、鏡すごいな。これ立ち場空だろ。スペース。これはさっき言うんですよ。あ、そうです。これもハーフバージョンタイプで。あ、充電もできるし。充電2つできるし、冷蔵庫も出てるし。あれあれあれ。ん？え？あ、どうしたんですか？あれ？あれ？はい。あれ？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 多分今の。グラマラスバタフライ。え？ってか、そもそもコンドーム冷やすタイプ。確かに確かに。なんか、え、冷たいのがいいの。結構レアです。今度も冷やすタイプ。あ、元気に冷やした。初めてバタフライエフェクトかと思ったわ。懐かしい。目薬の数やばくなかった。確かに目薬が多いっすね。怖いぐらい目薬。確かに。なんでこんなあんの？じゃあこれ。手錠ある。え？あれ？あ、いや、呼んでる呼んでる。ああ、ああ、ああ。ああ、ちょっとごめんね、スマブラしようとしたんですよ。はいはいはい。画面つけたら見てください、これ。えちょっと待って、あれ、ワンコ、なんか何ですか、ワンコ、ママ、ママ、ワンコ、あれ、ワンコ、ワンコって何ですか。ワンコそばかな。ワンコそば、ワンコ繋がってきたね。あれ、もしかしてあの、ワンワン、王監督、ワンさん。えすごい人格。王監督、マジ、もしかして、マジ、王監督のこと、ワンコって言ってる。これは何なんすか、ミキ。ワンコは何なの。なんだこれ。これちょっとわかんないな。いや、でもなんかさっきワンワンっていうその表現と繋がるんだよね。確かにね。カリ。カリであるじゃん。あるじゃん、ちゃん。ああ。なお。しおり。これは地元の友達とめっちゃ前に。さあよ。さあよ。これ地元の友達です、この、これは。え？ガチで地元の友達。あ、そう。あの正月帰った時に。戦士。これふざけてやって。ああ、まあまあ、でもワンコ。ワンコ。一番上だった。ワンコ一番上。てかこのままっすよ。これ。え？ミッキー君クッパ選択してワンコはまだ選んでない状態で止まってました。ワンコなんだこれ。犬や。犬とスマブラしたの。そうっす。買っとるんか付き合ったかどっちなんかってこと。まあまあそうね。ご飯は与えてんの？まあそれウーバーイーツとかでね。ええ。え？あ、じゃもう。え？洗ってあげるの？ちゃんと。まだ買い立てなんで、まだそのあ、まだそんな付けしてあんま懐いてない。付けした。付けはまあ、ええ、あ、しとんや、付けは。付けはね、そりゃ。え、何までできんの今。え、何までできんの。どこまでできるの。どこまでできるの。どこまでできるの。お手、お手はできる。お手、お手、お手、お手はできるの。これからのおかわりぐらいは。おかわり、すごいな。これほぼほぼもう確定。いや、もう黒ですね、これ。これはすごいな。ほぼ架空だもんね。じゃ、その段ボールだけ知りたかったけどな。ほんとワンワン段ボールマジであったんですか。ちょっとあの名人、脅迫で段ボールどこにあるかしら。まあまあ、教えてくれ。段ボールですね。ちょうど3日前に全部なくなりました。3日前。処分したと。え、3日前まではここに犬が住んだってこと。そうですね。犬がね、犬が一緒にいたと。で、その犬は今は、今は新しい犬小屋。新しい、新しい。すごい、これはもう訳ありなんですよ。ええ、待ってください。同棲はしてたってことですよね。同棲とかではないんだよね。だから買っとったってことだろ。居候みたいなこと。保護、保護、居候。一旦か、保護ね。じゃあ保護期間は、保護期間、保護期間も2週間ぐらい。ああ、結構長いね。その子はどんな犬種なの。犬種。まあまあ犬種大事ですね。犬種気になるけどね。犬種はボブカット。ボブカット、ボブカットね。ボブカットの犬種。ボブラニアンね。ボブラニアン、ボブラニアン。じゃあ結構可愛いですね、ボブラニアンって。もうふわふわしてて、うん、可愛いね。
可愛いんだ。相当ね。相当可愛いじゃん。でもなんでその手放しちゃったというか、相当可愛い。すごい。本当は訳ありなんですよね。これに関しましては。なるほどね。すんごい人生でこんなこと。複雑なんや、ちょっと。複雑？ちょっとその簡単に説明してよ、じゃあ。確かに確かに。それをまあちょっと何かの手違いでワンコさんの住むお家っていうのがちょっとない状況、住めなくなっちゃったと思う。ああ、リーダー聞こえてる。そう、ちょうど引っ越しタイミングで同時に契約した時かっていうので、そこに、まあ、荷物置いたらいいんじゃないっていうぐらいで手伝ってあげたんです。助けてくれって言われたわけじゃなくて困ってたんで。ミッキーの前の家にアイトルが住んだらいいんじゃないってこと。まあそのちょっとの間荷物置くって、住んじゃったらなんかそのなんかあれなんで、荷物置いてで、まあ友達ん家とか行ったりしたら荷物多いって言ってたんで、でいいんじゃないっていう。助けられた、助けてあげたっていう感じ。かわいかったかな。懐いてたんだ。大夏期です。大夏期。大夏期。それどうなったそこ、そこからその家に。最初はそっち貸したんですけど、まあ、ちょっと夏期すぎ、夏からすぎてるんですけど、ついてきたんですよ。泣くようになったんや。まあワンコロ。まあまあまあしょうがないです。寂しいですもん、犬は。やっぱ甘噛みとかもしてきちゃうってこと。そうですね。噛まれちゃうんだ。噛まれちゃうんで。まあ危ないと。危ないんで。保護しようって思って、一旦ここの家連れてたんや。そうですね。でその2週間。そうですね。なんならもう阿久津さんと一緒に受け取ってもらってます。ええ？阿久津さんじゃん。出会ったのだと。阿久津さんは黙って出会ってくれてましたね。阿久津さんも保護してるってことじゃん。マジ？阿久津さんも知ってた？一時期本当に荷物めっちゃ届く時期あったんですよ。その時になんかその助けてもらって悪いから受け取るって言ったんですけど、阿久津さんも手伝って二人で一緒に。っていうタイミングがありました。その子は有名な子だ。まあまあ。有名のね、そのなんて言うんだろう、度合いもね、度合いも大事かなとは思うんだけど、TikToker なのかな、知りたいな。そうですね。その辺はちょっとミキが好きそうな TikToker なのかっていう。でも一応インフルエンサーって言ったら色々やってる方ですね。俺ら知っとる。いやどうでしょうかね。一番その何の SNS で有名なの。まあでも TikTok。 あ、じゃあ TikToker。 じゃあ TikToker だ。質問詰めされるんですよ。まあ、まあやっぱその疑惑は本当だったっていう。まあそうですね。半分。まあ今はおらへんけど。まあそうですね。旅立ってった理由は何なの？明確な。うん。まあでも本当に家見つかるまで助けますっていう感じの話。じゃあその2週間はじゃ何もなかったんや。うん、ないです。え、まあでも。おへは。おへはしたんじゃないでしょ。まあ知らない間に。知らない間に。家が寝てない間に。やられたんですか。寝てる間にとか。それは前の事件と一緒やる。確かに。ちょっと待って。なんか本格的な捜査になっちゃう。それは年はちゃんと20代なんで。ちゃんと安心してください。すごい。だから今じゃ証拠はないんだよ、この家に。ちょうど。さあ。旅立った後なの。そのことはじゃあもう関係は？あれ継続ついてる。一旦さ、そのまペットってわけやろ。そこから今どうなった。ペットから。確かに。まあ連絡は取ってます。それはこの前とある方からちょっとお伺いしたのが、その1時半から来るっていうなんかあったみたいなんですけど、それはそのワンコなのかどうかっていうのだけちょっと教えてほしい。それは別のワンコです。あれあれあれ、多頭飼いなんや。確かにね。普通に飼うと。すぐ保護しちゃうんだ。いや、それは保護してないです。保護してないんだ。遊びに来ただけ。野良のワンコです。野良犬です。野良ワンコです。野良ワンコがこう集まっちゃうね。すぐ餌あげるから。あー、なるほどね。撒いちゃうんだ。撒いちゃうんだね。ミッキーの本命はあるんじゃ。気になる人いますよ、それは。おえ？それはじゃあそのどっちかと。ガチぶっちゃけた話すると、めっちゃ家のことをなんかすんごいてくれたんで、なんかもう言ったらもう家事全般、なんか飯とかも。ええ。作ってくれたんですか？ワンコ。そうなんですよ。ワンコが。ワンコが。それでちょっと心が動いたんや。めっちゃいいなって。ええ。いやもう言いしましたね。で、そこから？いやまあまだその途中ですよ、それまだ。ああ、なるほど。今まだ途中なんだ。まだだけど。ええ。途中なんだ。ええ、そうなんや。ああ、そうだったんだね。ええ。めっちゃ見てるがこれ見られるな。なんて言われるとどうなんですかね。覚えて何？でも僕がハマらしちゃったんですよ、ヒカルさんのチャンネルに。帰国状とか見せて、いろいろ。そしたら僕が帰ってきた時にテレビつけたら、もう YouTube でヒカルさんと相馬さんが2人で福島行ったと。ああ、でたのちゃんやし。結構ニッチなやつ見てるね。そうなんですよ。ありがたいやつだね。確かに確かに。それは嬉しかったですけどね、ちゃんと進めたもん見てる。じゃあミッキーは来た女の子にヒカルチャンネルを布教するって言ってた。だからあんな本いっぱいあったんだ。ああ
私たちこれ読んでっつって布教活動してるの。やっぱでもパワー持ってる人が言うとやっぱ広がっていくじゃないですか、うん、でもそれ言ったらミッキーのあれって分かってるから言いにくくないよ。今さらさ女の子がさまあ健全ってことだな。まあそうだね、やましいことはしないじゃん。まあそうですね、悪いことしてないから。悪いことしてないですね、全然ハッピーだったし、うん、聞いたら、はい、じゃあその子読んでとりあえず飯作ってもらっていい。確かにお腹空いたから。あ、作れるって言ったもん。確かに俺もどっちがワンコ対決かしたいし。忠実だよ、どっちがね。俺のオフェもなかなかうまい。どこまで突っ込んでるんですか。ワンコに出たらもう大変なことになるでしょ。神回ですけどね。まあもう突入どころで向こうが事務所的なこと出れないですね。あ、事務所が言ってる。ほら出てもいいような人だったら結構出した方が面白いかなと思ったんですけど、あっちが良かったらね。はい、でもすごいな、ほんまにワンコって名前にしとんのも。いや、そうっすね、うん、確かに。だから、じゃあそれワンコって呼んだらいいじゃん。あ、ワンワンそれがワンワンってことなんだ。そういうこと、ダンボールの区別つけるためにってこと、ってことは、ワンワンっていうだから名前でいつも呼んでて、ワンワン用のダンボールを書いてて、しかも自分でワンワンって呼んだから多分ミッキーがワンワンって書いてる。うわそれどういうことなんですよ。どこでそのあだ名になったの。まあなんかその居候みたいな、うん、そこからもうそういうプレイ入っとったんや、うん、あれじゃない、荷物入ってるよ、最初女の子入れてたんじゃん。それダボールじゃない、ダボールバカなかよ。これはすごいな、すごいっすね。話してなんかやっぱ一番嬉しそうなのは前さんなんですよね。まあね、まあ、どうでも今聞いて、いや嬉しいですよ、ミッキーはそのやっぱベールに包まれてたんそこって。確かにね、初めてやっぱそういうのちょっと聞けて。しかもミッキーもさ、ほら言いにくくなっちゃってたと思うんだよね。はいはいはい、まあまあ悪いことじゃないからね。そうですね、聞いた、うん、やましいことじゃない、うん、全然。確かにね、コメントにワンワンって来たら見ちゃうもん、ね、可能性あるわね、うん、いいね、ラブラブやな、ラブラブっすね、めっちゃそれラブラブやな。でもワンワンのものでは何もないんだほぼね。マカロコンとか、あ、あれワンワン、あれはやっぱワンワン、さすがにね、ワンね、さすがに、そうか、さすがにね。え、まだ会う予定はある。え、ワンワンっぽい、ワンワンですね。え、ちょっと、なんですか。なんか怪しかったさっき。もう吐いた方が楽や。どうせバレるやから。そうそうそう。どうしたどうした。布団の今パジャマあったんで。ええ。パジャマあったんで。一回持ってきたら。何自分で持ってくる。ワンワンの。本当それだけワンワンの。全部持ってきたら。ワンワンのパンマンはあんの。ワンワンのパンマン。ワンワンのパンマンはあんの。え、それワンワンの。おっさん結構渋い渋いっすね、ワンワン。だいぶ渋いな、買ってあげたやつです。もっと可愛いの買ってあげる。渋すぎやろ、ワンワン。ジンクみたいな。ワンワン、これもワンさんだよ。まあ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 、よかった、なんか幸せそうでよかったな。そうですね、確かにな。なんかいい、ほっこりどうかな。なんか俺もっとすごい、そのやばいものとかさ、落ちてんのかと思ったんですよ。なんかすごいドデカバイブとかさ、誰の家やったんや。そういうのとか、なんかやばいのとかあるのかなと思ったら、もうほっこりやったね。なんか変に疑いすぎてたかもしれない。健全でしたね、健全でした、健全でしたと。うちのミキはもう健全でした。これからもワンコの保護活動に励むように。所長からのありがたい言葉ね。ありがとうございます。じゃあもう帰ろうか。そうですね、帰りますか。はい。せっかくならもう飯食って帰りましょうね。あー、まじでな、飯せっかくならね、ごちそうしてもらうじゃん、ミッキー。あ、ミッキー、ええんやん。いいですか、新居祝いで家であるもんで。いいですか、ウーバーしよ、いいんじゃない。あ、ウーバーしちゃいましょう。ウーバーパーティー、せっかくならもう、はい、確かにな、確かにね、スマブラしながら待って。うわー、いいっすね。いいんじゃない、それはそれ。確かに、確かに。僕たちポリスじゃないんで、もう。あ、よかった、もう仲間。うん、もうそれは言葉ポリスの仲間だけど。まあそうっすよ。ただあの、誰かが新居に移るたびに一人ずつ入れ替わるってだけだから。そうっすね、なるほど。誰が操作されるか。そう、え、これ誰が一番家近い。佐々木さんです。あ、佐々木さんめっちゃ近いじゃないですか。でも、あ、近いんや。俺が家今度行かせてくれたら絶対無理って言ったんで、佐々木さんの方が怪しい可能性ありますよ。奥さん、子供いるから、どこが怪しい。怪しいできなくて俺が言える。怪しい、何もない。あ、それだったら俺もう買ったせよ。え、ロケマスも最近2連休取ったんや。あー、あー、うわー、おー、ちょっと待って、座れ。あー、あー、あー、確かに。ちょっと待って、これは待て、こいつ2連休とほぼ取らんねん。でも、いや、別に2連休いつ上げたら、ここから。しかも、急遽の2連休だから、ちなみに。味しとったなって、単純にさ。まあね、一体ご飯頼みません。いや、それは、いや、ご飯食べながら、食べながらじゃあ教えてもらおうから。もう、君もう制服脱いで。君もう違うから、ポリスじゃないから。ポリスじゃないからね。取り調べされる側になったから。
ミッキー新居でホームパーティー。イエーイ。じゃあ好きや。来ましたね。いただきます。いいな、これみんなでこの集まって食べる感じ。友達の家に来たみたいな。楽しい。しかも好きやっていう。ロケバタへの追求は終わった。あ、そうか。お前こっち来るか。いや、大丈夫ですよ。全然いいっすよ。こっちの方がいい。めっちゃ美味しい。いただきます。ちょっと刺身入れた胃に。まあ刺身やね、いろいろ楽しみやね。うまっ。名人まず詰められてるからね、一回。経験あの時にやっぱあるからね。ちなみにさ、マジさん、ロケバタの休みはいつから決まっとった？多分休みくださいって言ったのが3日前くらいとか。1週間とかじゃない、ほんま急遽。なんか急遽すぎ。全部言うじゃん。全部言う。3日前なんだね。急にだから、ほんまにメジも休み取ってたじゃないですか。結婚式ね。結婚式行くので2日取ってて、でメジも取ってるなっていうので、あ、ちょうどじゃあ撮影も入ってないし予定的に、あ、行けるなっていうのでその日にしたんですよ。ポンポン。行けるな。本当はなんかどっか行こうとは思ってたんですけど、僕その休み入る前日ぐらいに熱出して、普通にまあ今もちょっと軽く鼻声なんですけど、誰とどこ行こうとしとったの？女の子と、まあちょっとどっか出かけようかなと思って。女の子？え、にゃ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 。ロゲマサの今の本命みたいな、一番いいなと思った人と休みはそういうことや。正直言っていいですか、ぶっちゃけそうです。ああ、本命ってことね。バイク後ろ乗せたいぐらい。で、バイクは全然誰でも乗せますよ。あ、そうなんや。僕はバイクは結構誰でも乗せるタイプなんで。それはどんな子なの？ファンなのか。あ、全然違います。インフルエンサー。いや、でもインフルエンサーってわけでもないです。なんかまあ別にその活動自体はその有名になろうと思ってやってるわけじゃないんですけど、多少ちょっと感じてるぐらい。感じてるぐらいです。だから別にそんななんかそれを本職でやってるって感じじゃないです、全然。どこでそんなの人と知り合う？そうそうそう、ファンじゃなかった。そうっすよ。そうなんだよね。でもまあいいじゃないですか、別にそんな。まあ最近僕の友達が結婚したんです。そこからのつながりです。え、そうなの？結婚式じゃないの？あ、いや、行ってないです。その僕友達と一緒にめっちゃ地元の仲いいさ、結婚してその子とご飯行った時にまあそういう話になって、まあ、そういう子いるよみたいな感じになりました。紹介？そうそうそう、紹介。はい。へえ。僕もなんか別に紹介してほしいみたいな感じ出してなかったんですよ。そういうぐいぐいなんか紹介してくる系の友達なんです、そいつが。全然こういう子いるよみたいな、なんかめっちゃ女の子のあれ持っててつながり。どこが気になっとんねん。どこが気になってる？あ、でも気に入っとんねん。一番はやっぱ顔っすね、僕は。圧倒的に。え、それはそうでしょ。まあまあまあ、気持ちいいなお前。圧倒的に、圧倒的に顔です。めっちゃ可愛い。むっちゃ可愛いっす。めっちゃ可愛いっすよ。誰に？誰に？うわ、誰なんだろう。雰囲気でいいよ、その系列と系統が。むずいな。レスな小松菜奈ちゃんみたいな雰囲気。あ、違う、全然違うタイプです。あの、どっちかというとちょっと大人っぽい感じです。前髪ないんで。あ、はい、ちょ、綺麗系。あ、そう、綺麗系です。で、身長も高いんですよ、165ぐらいあるの。その子と過ごしとったんじゃん。あ、そうっすよ。でも体調が悪かったってまた家に来てもらったってこと？あ、そうそう、僕マジ寝てました。悪いの取ってもらったん、ちゃんと。いや、悪いのは取ってもらってないっす。でもマジで体調悪くて、いや、本当はだから会わないようにしてたんですよ、体調悪いし。で、まあ熱下がったんで、ぶり返すとあれなんでっていうので落ち着いて家にいたって感じなんで、もうどこにも行かなかったんですけど、だからネットフリックス見たりとか、まあそういうのはしてたって感じです。それは付き合うみたいな話になりそうな雰囲気だ。いや、別にそういうわけはなってないっすね、1ミリも。向こうは好きっつって。1ミリも1ミリもあるそんな一緒に本命っていうぐらい。本命ってなんかでも難しい。あのさ、俺によく送ってくるさ、カタカナのちっちゃい好きとか送ったことあるのかな。あるわけないでしょ。ないんや。あるわけないでしょ。ミキで練習してんの？俺が練習してるんですよ。だから向こうから好きとか言われてない、そういうっぽいことは。向こうの気持ちは。そうですよね。あ、別に好きとかはないですよ。え、家来るのに、その風邪ひいとる人の家来るのに。でも知っとった？でも知ってますよ。もちろん日田さんの動画なんか見たことあるぐらいです。主には見てないですけど、めっちゃがっつりは。友達なんか気になることあります？ずっとにやけてますけど。まあ、まだね、聞いてないからね、夜のお話を。ああ、そうね。そうっすよね。だってなんかちょっと隠してるから、付き合うつもりじゃないっていうのもあるし、ってことはまあプラトニックなのかなっていう。マジで関係持ってないです。てかまだ浅いんで。何回目なの？2回目じゃないですか。1回目はなんかその飯行っただけなんですよ。で、2回目僕がマジで体調崩したんでっていう感じですね。なんて呼ばれてんの？違う名前で呼ばれてますよ、そら。その名前で呼ばれてんだ。そうっすね。これで振りすぎでしょ、マジで。寝とる時にさ、こんな頭なんだって押されたん。あ、でも結構なんか、多分ミッキーくんのあのワンワンはどっちかっていうと多分ミッキーくんから行くタイプじゃないですか。でも逆にこっちから来るタイプなんです。こっちから来るというか、まあ来るというか、
ロケバスがワンワンってこと？なるほどね。あ、そう。なんか別に僕行ってないのに勝手に腕枕とかしてくるんですよ。で、知ってる人の顔じゃないの？同い年です。同い年。知ってる人の顔も別にしてないですよ、そら。面倒見良かったりするんだ。あ、多分そうですね。めっちゃいいやん。うん、野間さん、なんか結構前の話ですけど2ヶ月前ぐらいかな、ホテルで働いてるものなんですけど、相馬さんが女の子とホテル来ましたっていうメッセージ1回来たことあって、えそれ聞けてなかったんですけど、 DM か、なんか分かんない、ラブホーかホテルか分かんないですけど働いてる人なんですよ。どんぐらい、 2,3 ヶ月前女の子とホテルに相馬さん来ましたって、デリヘルじゃなくてってことでしょ。あ、いや分かんないです、デリヘルじゃない、一緒に入ったんですか。いや読みましたそれは撮影でそういうの、そう、ドッキリかけられたんですけど、普通にプレイしました、はい。知らないですよ、こっちから。まあ、そうだったんですね、はい。ニューハーフの子ですね、多分。でもそれぐらいじゃないですか。だから、お店以外ないですよ。プライベートないですか。プライベートないですね。健全ですね。いや、健全な、俺もだってほんまここ半年ぐらい何もないですよ。ん？疑うとこじゃないです。いや、違う、疑ってない、聞こえが、うん、もう半年ぐらいじゃ何もないんだ。何もないです。うん、あ、もう健全それですね。あ、じゃあもう本当に一回も そういうのないんだ。忙しいっすよ、やっぱ。まあ、そっか、うん、これトップほんまに頑張ろうと思ったら撮影無理っす。まあ、無理か、デリヘルとか呼べないんか。ヒカルはデリヘルとか呼べないでしょ。確かにね、うん、まあ、呼ぼうと思いますけど呼ばないって。あんま風俗で興奮しないタイプなんですよ。あ、わかります。でも過去感がね、あんまりね、確定演出みたいな、わかります、やれる前提っていう、ちょっと拒否られたいとかあるしね。ちょっと考えるみたいないや、拒否られたい。笠井さん、今大丈夫ですか。キモいなと思う。なんでなんですか。固定域だね、完全に。だってワンワンって言わないでしょ。ワンワンってミッキー呼ぶとしたら、あえてなんて呼ぶ。あ、確かに、飼い主。地雷集せえへんな。いや、分かる分かる分かる。そうじゃない、全然ちゃうし。それはもうノリでやっとんやん、笑いの。ノリっす。結構笑いのツボめっちゃ合うんですよ。ネクセルだったら効率くやつを爆笑してくれるタイプ。爆笑するん、爆笑するっす。お前さんがビビりすぎだよ。マジ舐めてんすわ。今日一度そんなやつ存在するんだみたいなトーンのレベルでしたよ。みきおなの時だったら全然そんな効率効果でそんな少なかったって言うと、若いノリがやっぱり。そうそう、それだったらまだ、はい、それはいいね。でもね、相性がいいってこともね、めっちゃ笑ってくれるんで。その子の何が良かったんですか。めっちゃいい子ではあるっすね。なんかそのやっぱお世話になって立っぱなしが嫌いみたいな。ご飯も例えばウーバー注文するかついでに注文してあげたりしたらお金を置いて次の日どっか出てるとか。ちゃんとお金払う。あ、そうです。もう嫌だっていう。めっちゃいい子ですね。いいっすよね。払ってくれたもんね。5対5のネクストのデート客あるじゃないですか。その中に一人だけワンを入れといて、それを俺らが当てるっていう。めっちゃおもろいな。ワンジンワンジンのワンジンの。めっちゃいいじゃないですか。どれが本当のワンワンなのかっていうのを考えながら。めっちゃおもろいですね。それおもろ。やろうや。ワンワン人狼。めっちゃおもろい。それオフラインやったらいいっすけど、オフライン誰がやんねん、オフライン。確かに、動画漫才の誰がやんねん。めっちゃおもろいっすけどね。で、その視聴者にも内緒で、あのロケマさんの子も入れとくっていう。いやいや、実はインフルエンサーじゃないっすよ。マリさんもやっぱ若い時はどうやったんですか、結婚する前っていうのは。若い時でもそんなだから遊ぶとこにおらんかったから別に。俺でもモテたんじゃないですか、マリさん結構。いや、モテんかった別に。大学二回生とか上がったら先輩がちょっとモテるというか。前田先輩って呼ばれたんですか。いや、呼ばれへん。え、前田先輩ですか。まあ、なんかそんな感じだったら。年上ってモテるからね。後輩からモテるタイプだったの。どっちかって後輩ですよね。まあ、でも優しいからね。俺同級生と付き合ったことほぼないんやな。上下上か下どっちかなんですよ。同級生と出会ったこともほぼないですね。関わったことがあんまないんですよ、同い年の人。 YouTuber でいる同い年の女性とか。いないか。誰か分かんないです。男でもほとんどいない。誰なんやろ女の子で。それも分からんの。年齢が分かんないですか。年齢分かんないですか。確かに。そっか、 YouTuber と付き合うの絶対嫌よ。なんでだろう。分からなくはないですね。嫌やろ。表で絡んでる時点でちょっともうなんか俺絶対嫌や。動画になったりとかするんですよ。 YouTuber は嫌やな。お湯友達はどうなの。動画撮りやすいでしょ。逆に取りにくくないですか。気にしちゃいそうな気もしますよね。あと公表するかしないかっていうのもなんかあったりとか。分かれた後って結構だるくない。まあだるいです。それ1本取れるじゃないですか、分かれるとミッキーのケースもあるじゃないですか、元カノとか。ああ繋がる。あれも美味しいじゃないですか。結構激レアじゃないですか、ああいう感じで。今も相馬さんって別に元カノと戦うことずっと話すわけよ。あんまり元カノが引きがあればいいんだよね。だからワードが強いですもんね。それむずいな。でも元カノ引きがある人、そこまで大統領としてもなんか笑いにいっちゃうんですよ。分かる。だからそのやっぱカップル系のデートってキュンキュンするのがいいっていうので数字取るやん。相馬さんにその要素1ミリも感じたことないよな。俺マジキュンキュンがいまだによく分かんなくて、付き合
ったのが3人しかいないし、それも最長で3ヶ月だから、うん、関係ないですよ、多分相馬さんの頭おかしいだけ。本当にそうなの、仕草とかを多分変えたらいいと思いますよ。例えばどういう風にしたら緊急するんですか。まあ、ミッキー君とかが多分相馬さんと同じことしても多分笑いにならないんですよ。あ、そうそうそう、元気になるのか。そうそうそう、相馬さん笑いになっちゃうってことはもっと振り切らないといけないんじゃないですか。カッコつけるの、はい、俺はそこは多分不得意なジャンルで勝負しない方がいいと思うんですよ。あ、逆にどっちかというと可愛いって言われること多いじゃないですか。まあ、可愛いは言われるね。そっちでもう戦うしかないですよ、本当に。これだってカッコいい出すのって結構めっちゃ難しいと思いますよ。わかる。でもカッコいいは、まあまあまあ、本当に限られてくるよね、生き様とかじゃない。僕も出せないですもん、可愛い方でね。もうカッコいいけど確かにどちらかというと可愛いになるもんね。可愛い出せるんやつは。いや別に出せるとかじゃなくて、カッコいい。いやそう思わねえ。可愛い出さず腕枕してくれんって。タロムさん、僕はお願いしてないけどって別に拒否したらいいや。うん、確かにね。受け入れたくせに相手のせいです。なんかそれで、いや違う、それで腕枕してきたみたいな絶対言ってくるじゃないですか。え、どうせお願いしたんでしょとか。嬉しかったそれ。いや嬉しいでしょそら。じゃ嬉しいでしょ。いや嬉しいでしょ。ありがとうって。ありがとう。名人ってどっちなんだろうね。もうかっこいいか。でもかっこいいじゃないですか。あ、まあ喋らないし、いざというと名人がさ無言でさ茶道とかでそうとこうやったらちょっとかっこいいよ。茶道とか危ない。でも俺2人のこの共通のかっこよさみたいなのを感じたことあって、やっぱ車来てる時に俺とか相馬さんとか、あ車来てましたよとか、車来てるっすよみたいな感じなんですけど、二人が急にボーンやるんですよ。ああ、あれがちょっとおおって危ないとかじゃなくて、そうっす、俺は言うタイプですか、多分どちらかといったら。いや俺触りながら言うけど、触りながらダブル、危ない危ない危ない、声が多分仲いいっすね。光る車電車だよとか言わ、ヒカルさんもこっち見向きもしないですから、急にボーンやってそのままもうこっちも見てないっていう、なんか、うん、おこれなんかそれ絶対ドキッとするわと思って、私やったら、それか、じゃあ俺も言わないでね。いいんだ。練習しませんか。じゃあ名人がシャドウ出るよ、こうやって歩いてて、シャドウ出て、どんな顔じゃない。顔がおかしいです。顔がふざけてるじゃん。ふざけてるんですか。そこまでガチでふざけなかったらどうなるんですか。それも見たい。笑いでも振れてね、髪型で出さない。見慣れるのに来るんですか。生活制限やっぱり厳しい学校で。キュンキュンする話じゃん今。あとなんか俺と同じところら辺で分けないでもらっていいですか。お前先輩。誰だって平等の権利あるからね、分け方には。いいと思います。でもこの髪型でもキュンキュンできるじゃできるもんね、性格によって。あ、もう全然俳優さんとかだと内面そもそも一個一個のパーツが濃いんですよ、目がめっちゃ目力強いとか、目力すごいですね。そう、主張がめっちゃ激しいから余計そうなんか違和感感じる。だから髪型めっちゃ大事ですよ、相馬さん。でも僕が相馬さんかっこいいと思ってた時期はやっぱファッションアイコン的な時期や。時期のファッションアイコンとかやっぱヘキトラハウスの時のおしゃれ、みんなおしゃれだったんですよ。ロン毛なやつか奇抜で、なんかもうめっちゃ総柄で結構あの時もうだってそんな喋んなかったしね。全然違いますもん。でもキモさは一緒っすよ今と。え、キモかった。確かになんか牛島くんのゴトさんみたいな感じが雰囲気出るとか、スティーバーオキみたいな、あああるじゃないですか。確かに確かに。相馬さんも付き合ったらめっちゃ雰囲気出ると思う。あ、じゃあ俺スティーブ青木さん目指せばいいのか。分かる。でもあ、でもさっきウィッグみたいなあったっすよ。あ、ウィッグあるっすね。あ、そうか。ちょっと一回取り持ってきた。でもあんま長くないっすけど。この髪型がもしかしたらキュンキュンしないポイント可能性ある。めっちゃ格好は金髪だったんじゃん。ええ。それ言ったじゃん普通に。クラウドみたいなあるんじゃん。うわ。やばっ、めっちゃかっこいいじゃないですか。クラウドって一番かっこいいですからね、キャラクターの中で。私髪の毛大事ですからね、本当に。大事。準備できました。ちょっとでも声から確かに、なんかもう声すぎる。僕笑ってない。うん、急に。じゃあ相馬さんお願いします。お願いします。はい、行きます。え、え、待った。うわ、どう、言葉が出てこない。耳に髪の毛かけてもらっていいですか。片方だけ、片方だけ。おお、ああ、おるな、たまに怖い。めっちゃ性格悪そう。めっちゃ性格悪そう。昔ビジュアルでちょっと成功して、その面影50歳でも残してた。あれは遅かったけど。ちょっと黒髪って。あ、黒髪ある。うわ、これ昔の俺っぽいわ。うわ、じゃあ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 、今回は多分大丈夫じゃないですか、さすがに。こんだけ言っとうかな。雰囲気あるもんな、昔の相馬さん。そうですね。いけます。いけるね。ええ、
なんか TikTok から頼むかもめっちゃ似てるさっきよりかはいい、まあ、なんか別の気持ちですね。もう性犯罪って感じだから、ほんまだからちょっと前のあの髪型が一番良かったかもしれない。あの違和感、帽子とかあったらいい。確かに確かに。それでも後ろ横がめっちゃキモいわ。コシノジュンコっすか。コシノジュンコ。金髪系。後ろの方やばいもん。ちょっとなんか違うのよ。緑のあの髪型が、スボの髪型がめっちゃ圧倒やろな。そうですね。あの時違和感ないもんな。見慣れてないからっていうのあるんですかね。でもあれ似合ってないか。次大丈夫っす。多分。結構なんか雰囲気でもなんとなくパッと見でゲソ。誰声かいっていい。はい。クラウド来た。クラウドの再現できますか。じゃあちょっとお願いします。クラウド。今日競技にしてます。競技に隠すを。隠すを。ちょっと呼ぶのが見える。なんだよな、なんか。フォルムがなんかすごい。この形なんかな。これ、そこみんな。これが一番いいわ。これがいいね。これがマシでしたから、全然良かった。これめっちゃいい。これめっちゃいい。これだったんだ。本当に正解。正解だった。見つけた。緑大事ですね。まあね、結局そういうことだね。イメージとか今ぐらいめっちゃいいけどな。もう確かに若く見えるよね。めっちゃいい感じ。だからヒカルもさ、結構最近長いじゃん。やっぱ長い方がいいよね。いや、いいっすね。そう考えるとミッキーとかずっと長いじゃん。でもあの九州明けがやっぱダントツ長かったし。長かった。まあまあまあ、でもやっぱああいうのって基本万人受けはしないですけど、ぶっ刺さるとこにはめっちゃぶっ刺さるし、あんまりだから見向きもされなかった人が急にメッセージ来たりしました。そうこうやったけど全然俺に興味示さなかった人から、ちょっとおしゃれ系になるもんね。色気出るんですよ。そう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 、一定数いますね。やっぱロン毛男子好き。そもそも年齢的にやっぱ色気出してた方がいいんじゃないですか。ちょっと伸ばしておこうかな。前さんみたいな髪の毛上げ系の短髪か長いかどっちかじゃないですか。でもあれはね、やっぱ髪小さいから前髪上げるの。ジェットモヒカン、ちょっとセットして。いや、でもそういう感じの上げじゃないです。佐々木さんちょっと洗面所でバックスとあれあるんで、私一回やったほうがジェットモヒカン、佐々木さんがあれにかかれば、もしかしたら劇的に結果飛べるかもしれないですもんね。佐々木さん、ここの仕事にかかりますよ。佐々木さん、今回あんまり出てこなかったんで、最後じゃあ見せ場で動画も言っても最後なんで、これがラストっすね。洗面所あるんで。オッケーオッケー、そもさんやってみましょう。やっぱね、舐められてるんで、力見せましょう。だから上着も着替えさせてあげた方がいいっすよ、多分。あ、確かにね。だから上着としてダサい。そう、上着が多分笑い取りに行っちゃってるというか、あれは確かに。なんか何があってもかっこよく見えない。そうそう、だからなんか決まってるやつ着させてあげてください。じゃあちょっと持っていくんで。まあ、T シャツはいいでしょ。あ、T シャツ大丈夫です、多分白 T なんで。すごいじゃん。あの人何やったらおもろいな。確かに天性やな。そうっすね。天性やな。前さん実際どうなん、短髪してからの評判いい。評判いいんじゃん、前の時よりは明らかに。確かに俺らのチーム短髪おらへんからな、ちょうどいいやん。顔ちっちゃいしめっちゃいいと思いますけどね。それは確かにやるな。いきましょう。おい、おいきます。はい。おお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 お。確かに。めっちゃ宮迫さんっぽくない？俺牛島軍艦出てたら、確かに。あの山田孝之の。ああ、確かに。全然違うっすよ。すごいな。ただこれでも明らかいいっすよ。これモテる。まあ受けそうっすけど。全然違う。刺さりそう。刺されそう。刺さりそう。刺されそうでもあるっすけどね。めっちゃいいじゃないですか。髪型大事やな。一気に変わりましたね。すごいっすね。すげえ。刺されそう。マジすごいっすよね。やりながらずっとクスクス笑ってる。でも最終的にこれなのすごいよね。すごい。後ろで刺さるみたいですよ。おお、いいですよ。全然違和感ないですよ、全く。全然違和感ない。いいっすよ。え、この短期間で佐々木さんプロっすね。これマジ成功っすね。ありがとうございます、佐々木さん。これで多分今後多分どうぞ。あ、そうっすね。じゃあ、まやさんちょっとよろしくお願いします。まやさんこれ多分俺でも見たけど、佐々木さんでも苦戦するぐらい俺柔らかいって。めっちゃ髪の毛が、しかももともとなんかそのバームつけてたから立ち上がんないですよね、髪の毛が。全然立たないんすよ。だから多分これ一人じゃ無理っすね、絶対。プロの技っすね。気に入ってるやん。でも結構マジで良かったっすね。でも全然マジ近くで見たら余計そっちの方がいい。違う、俺笑う準備してたんですけど、佐々木さんちょっと本気出しちゃったんですよ。髪型マジ大事やん。でもなんかやっぱ自然とみんなの反応を見て、もっとふざければよかったなと思って。
走っちゃうんですよ。恥ずかしいと思う。あ、はい、というわけでね、今回は、はい、ミッキーの新居を突撃するという動画でした、はい、まあ、誰かが引っ越したら突撃するという、はいはい、流れになるかなと思います、はいはい、はい、そんな感じで今回これで終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。今後ちょっと引っ越しするときに痕跡残しとかないとな。まあ取れ高をやっぱり作っとかないよね、ミッキーがね。だから3日前にね、あったらもっとおもろかった。いや、もっとおもろかった。ワンチャンおったかもしれないわけ。可能性あるっすね。うわそれやばいっすよ。それやったら取れないっすよマジで。モザイクで。いやと相当取れ高よ。いやでも取れ高すぎますけどね。うん、それはすごいな。突撃やばいな。休日突撃やばいないですか。面白かったっすね、それが取れたら。休日突撃、もう休日じゃないもん。ない休みじゃないか。もうなんか2日ぐらい休むか。いやいや、動画撮るって言ってるから。誰もいいよワンワン。暑いからちょっと休日みんなやばい。家で過ごさねえみんな怖いよ。別のとこ行ってますよ多分。怯えてるんだよ。ミッキー今も飼い主してばると。そうですね。でもあんま名前で呼ばれてるって感じではないですけど、なんかでも LINE の登録名は向こう飼い主にしてました。俺のこと、まだなんだ。ミッキーはワンワン。いやなるほど。はずこれ。若干聞いてる俺らもはずいけど。正直言っちゃうんだね。そっちだけだと思うなよって。そら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 。